皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。真ん中で回るつもりが端っこ行きました。今はい、今ですね、イベント期間中で出やすくなっている巨大マックス系のポケモン、ソードとシールドで各2種類と、あともう1種類なんかいるはずなんですけど、まだねラブラスにしか出会ってないので、今回は今の現状出ている柱でなんかいないか見に行きたいと思います。ということで行ってみましょう。一番近くにあった1個を確認しに来ました。エンジンシティ側から今見てたんですけど、ここに1体いますね。あと柱が2つ。あ、待って、いつもというか最近までラプラスの巨大マックス出ないかなって塊投げ込んでたとこのやつが光ってる。お、びっくりした。ウォータ君危ない。とりあえず確認します。ここ違うね、ここ違うんだ。もう一箇所だよね、確認しよう。どうかな。あ、2体どっちも星5で出てました。とりあえず今2体確認したので、こっち側のエリアで先にやっちゃおうと思います。できれば性格は控えめがいいよね。お、今ね、つけたコードさんの端末。じゃあ行きましょう。今日1回目のラプラス。確認したい。でも本当に控えめがいいな。作りやすいですよね、控えめ。来た来た。あとお二人入ってくれるの待ちまーす。よし、じゃあ行こう。もう多分来ないと思う。行ってきます。よろしくお願いします。ご一緒ありがとうございます。よかった、3人プラスサポート。はい、では戦っていきたいと思います。控えめじゃないいいかな、控えめがいいな。せっかくのね固定が今回しなくても、ある程度はなんかハーブとかでね、いろいろできるけど、できれば控えめで作りたいので、個体値の良い控えめが欲しいです。よし、 OK。 綺麗だよねラプラス。とりあえず倒してゲットできるかどうか、まあやってみないとわからないので、できれば嬉しい、ゲットしていきましょう。頑張ろう。でまだコードさんの方だとゲットができてないので、今回ので取りたいですね。お、いけるかな。決まる？来たー。とりあえずゲットチャンス。はい、行きましょう。ハイパーボール。入ってくれ。待って、入ってくれると嬉しいよね。控えめがいい。さんのも入るかな。私ゲットできました。やったー、ありがとうございます。この辺一緒かも。あ、コードさんのも取れた。これで巨大マックス、ソードシールドどっちも1個ゲットできました。とりあえずもう1箇所か湧いてるとこあるので、そっちも行きましょう。じゃあさっきのとこだね、移動してきます。はい、じゃあ2個目、みんなで待ちます。ありがとうございます。ご一緒できる嬉しい。あともう一人来てくれるかな。待ってます。お、
ありがとうございます。集まった、よろしくお願いします。じゃあ2回目、この動画だと2回目でトータルだと3回目ですね。さあ、いい答えが今日のラプラス君にいることを願います。よし、いくぞ。どうかな、どうかな。一応無限ダイナー3体いればいけるっていうことが分かって嬉しいです。2体だとね、まだ行ったことないからなんともなんですけど、とりあえずね、分かっただけ良かった。お、やったー私初めて見るかな、ダイマックスかな、巨大マックスかな。あ、巨大マックスの方じゃないだよね。え、持ってないからすごい欲しいんだけどえ、頑張って見つけよう。顔が隠れてるなんかでかくなったら脇の左上のマークのところ顔が隠れてる、悲しい。でも協力プレイやっぱ楽しいですね。追加コンテンツの第2弾にも協力プレイあるじゃないですか、伝説ポケモン出てくるやつ、あれもめっちゃ楽しみなんですけど、こんな感じなのかちょっと違うのか分かんないから本当に楽しみ。すげー かっこいいお、しかもなんか底上げしてくれてる、ありがとうございます。よし、半分まで来た、頑張ろう。これ私大丈夫、ちょっと残ったりしない、怖いんだけど。最後残ったじゃないかってなりそうな気もするんだけど、残んないかな、大丈夫かな。あ、よかったはい、じゃあゲッチャレ行きましょう。捕まえる、ハイパーボール投げるよ。リコードさんの方も投げます。捕まってほしいよね、せっかくだから、せっかくだから入ってほしい。回って回って、マジで本当に回って回って、もう一回もう一回、出ないで。あー、危ない、怖い怖い、コードさん出ちゃった、一回しか回らなかった、びっくりしちゃった。はい、私ゲットできました、よかった。コードさんの方もね、ラプラスを倒したいになってますね。そして手持ちにラプラスが加わっていく。もうちょっとあるのかな、奥の方見てないので向こう側も一応柱見ようと思います。よし、じゃあ確認、今見てきたんですけどこっち側いなかったので今回捕まえた2体個体値を見ていきたいと思います。これが一番最初の 6V の子で、今回最初捕まえた子が 5V ですね。防御がまあまあ、持ち技はいい感じかな、やんちゃやんちゃやんちゃか。貯水とかも特性ありですよね。さっき多分ボディ、あ、これシルアーマーだ。無邪気無邪気、物理系で作る気ないのでラプラスなんで、特殊で作るんだったら無邪気ちょっとね、寂しがり控えめがいいなっていうところです。まあ、コードさんの方も一応見ますけど多分一緒の子だと思うのでとりあえず確認してきます。あ、コードさんの方でゲットしたのやんちゃ 5V でしたね。はい、ということで今回捕まえた2体控えめな性格の子はいなかったんですけど、まあ、とりあえずですねイベント中まだ期間があるのでまた出てたら捕まえたいなと思います。で、歌方のアリア持ちは多分オーラをまとったラプラスの中でごく稀になんで巨大マックスがいないんじゃないかなと思ってるんですけど、
いたら嬉しいけどいないんだろうなっていう感じで期待せず探そうと思います。あとやっぱり石炭山も出やすくなってるから結構募集かかってますね。私もまた自分の方とかソードの方側でも出たら募集かけると思いますので、どこかで見かけた時にはぜひご一緒してくださると嬉しいです。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!